オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬祐介です。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどを分かりやすくお伝えします。またリスナーの皆さんからのお便り紹介や講師へのインタビューなども随時お届けします。本日のアラカフェットの担当は大輔先生です。それではどうぞよろしくお願いします。 Bonjour à tous, c'est 大輔。皆さんこんにちは。アンサンブル講師の大輔です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。昨日は2月14日バレンタインデーでした。僕が高校生だった10年前はバレンタインデーのチョコといえば本命チョコと義理チョコくらいでした。でも最近は友達同士で渡し合いっこする友チョコ、自分へのご褒美のための自分チョコ、お世話になっている人に渡す世話チョコ、男性から女性にあげる逆チョコなどバリエーションが増えて少しカオスな状態になっていますよね。カオスと言いましたが、これは無秩序、混沌、大混乱を意味する言葉で、フランス語では le chaos と言います。そして無秩序な状態、混沌とした状態を表す形容詞は chaotic と言います。語源はギリシャ語の chaos で、ギリシャ神話に登場する神様の名前で、本来は空っぽの空間という意味だそうです。ハウスは何もない状態から誕生した一番最初の神様なので、何もない無秩序の空間ということで、カオスは無秩序や混沌という意味で使われるようになったということです。バレンタインデーの話に戻りますが、日本ではカオスな状態になっているとはいえ、女性が男性にチョコレートを渡すというのがまだまだ一般的ですよね。一方、フランスではバレンタインデーに女性から男性にチョコレートを渡すということはありません。バレンタインデーが近づいても店頭におしゃれなチョコレートが並ぶということもありません。フランスでは恋人と一緒にレストランで少し優雅にご飯を食べたり、映画館に行ったりする程度です。また、日本では女性がチョコレートを渡して告白する日のようになっていますが、フランスでは男性が彼女や奥さんに花束を送ったり、お互いに小さなプレゼントを送り合ったりして、お互いの愛を確かめ合うというところが日本とは少し違います。ちなみにバレンタインデーはフランス語ではサン・バロンタンと言います。バレンタインは3世紀頃のキリスト教の聖職者ワレンティヌスの英語名で、恋人たちの守護聖人として崇拝されてきました。2月14日はウァレンティヌスが殉教したとされる日で、この日がウァレンティヌスを記念する日になりました。その後、恋人たちの守護聖人であるウァレンティヌスの日がバレンタインズデイとして、恋人たちの記念日として祝われるようになったそうです。バレンタインデー、僕に関してはというと、毎年それはそれはたくさんのチョコレートをもらう夢を見て、あとは
皆様のご想像にお任せします。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部はアンサンブル講師エマニュエル先生のご紹介です。では早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。先ほど僕に関してはというとと言いましたが、今回はその私はというとという表現をご紹介します。私はというとという表現はいくつかあるのですが、今回はその中で一番短くて発音しやすい表現をご紹介します。ヒントは私という意味のもわを使います。さてフランス語では一体どのように言うでしょうか。正解は、quant à moi。quant à moi。quant à moi。何々とという意味の quant。そして前置詞のあ。私を表す人称代名詞の強制形、もわでできています。最初の単語、quand の品詞は接続詞とされていますが、とても古いフランス語で、現在では単独で使用されることはなく、常に前置詞のあと一緒に、quand だ、quand だ、という風に使います。このカンタはまとめて、何々に関しては、何々はどうかというとという意味の前置詞句です。このように複数の単語で一つの品詞として扱うものを何々句と言いますので、覚えておきましょう。発音は、quand の最後のてと前置詞のあがリエゾンを起こすため、quand だと発音します。何々に関してはという意味の前置詞句、quand だに私のもわをくっつけると、私に関してはとなり、私はというとという意味で使います。Quant à moi, je reçois beaucoup de chocolat tous les ans. 僕はというと、毎年めっちゃチョコレートもらうよ。と、ぜひ使ってみてください。間違えて、Quant à soi というと、お高く止まった様子、よそよそしい様子という全然違う意味の名詞になってしまいますので、気をつけましょう。また、quand と綴りが非常に似ていて、発音も全く同じのいつという意味の quand とは違いますので、書くときには綴りにも気をつけてください。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。それではまた。アビアントー。大輔先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ
1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部では、昨年10月よりオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセでレッスンを開始されているエマニュエル先生を私野瀬雄介がご紹介します。2012年よりフランス語講師として活動されているエマニュエル先生は、シンプルな会話から言葉の細かいニュアンスの違いを提示し、分かりやすく説明を行います。生徒様のレベルに合わせ、その場に応じてより的確な質問や提案を行い、話題を広げることができる有能でフレキシブルな講師です。向上心が強く、1分1秒も無駄にしない充実度の高いレッスンが魅力です。レッスンを受講された生徒様からは、真面目で明るく、プロの先生にしっかりと習っているという実感が持てる、非常にきめ細かく行き届いた指導をしてくださる先生です、と大変ご好評をいただいています。ではここで講師からのメッセージをご紹介します。皆さんこんにちは。私はアンサンブルフランセのエマニュエルです。フランス語を教えるは楽しいですから大好きです。それでは一緒に楽しく頑張りましょう。お待ちしております。 Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Je suis professeur chez Ensemble en français. Je viens de Bordeaux. J'aime beaucoup enseigner le français. C'est très amusant. Je vous invite à me rejoindre à Ensemble en français pour des cours en ligne. À bientôt! メッセージからも講師の人柄やフランス語教育への熱意を感じることができますね。エマニュエル先生のレッスン、ぜひ一度受講してみてください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしています。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆様、また次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。